はい、こんにちは、116インズです。今回はドラフトについてお話していきたいなと思うんですけれども、今 MLB で活躍しているスター選手っていうのはやっぱり結構ドラフトの上位指名の選手が多い印象がありますね。まあ例えばここにも出ているマイク・トラウトですとか、あとはブライス・ハーパーなんていう、まあスーパースターたちっていうのは、まあ基本的にドラフト1巡目で指名されてきたような選手たちが非常に多いんですね。というのもやっぱり MLB のドラフトというのは、まあ50巡目までドラフトがあって、まあ大体1500人ぐらい指名を受けるんですね。でその中で本当に MLB で活躍できる選手たちっていうのはほんの一握りですので、なかなかこう買い指名から活躍する選手っていうのは出てこないんですよね。まあ当然ドラフト前から期待されている選手の方が、まあ必然的に活躍しやすいのかなと。ただそんな中でも買い指名から今や MLB のレギュラークラスに成長した選手っていうのも、まあ、たくさんいますので、今回の動画では、ウィンズ・オブ・リプレイスメントの指標を基準にですね、2010年代のドラフトの買い指名で指名を受けながら現在活躍している選手の上位10選をご紹介したいなと思います。はい。で、ランキングに入る前に、今回どういう基準で選出したのかを説明したいと思います。2010年から2019年のドラフトで、10巡目以降に指名を受けた選手に限定しています。で、指名球団と契約した選手にまた限定しています。なので、契約していない選手については今回除外をしております。ウィンズ・オブ・リプレイスメントについては、ベースボールレファレンスが出している数字を基準としています。で、ウィンズ・オブ・リプレイスメントという指標自体が、まあ、積み上げの指標になりますので、どうしてもキャリアが長い選手の方が有利に働いてしまいますので、今回のランク付けでは1年あたりのウィンズ・オブ・リプレイスメント、まあ、ここからはワーと呼びますけれども、1年あたりのワーを算出しまして、ランク付けの方を行っております。で、1年あたりのワーと言いましたけれども、これはドラフトからの経過年数で割って算出しております。まあ、本当はですね、稼働年数で算出した方がいいのは分かってるんですけれども、ちょっと調べるのがめんどくさかったので、ちょっとすいません。今回はドラフトからの経過年数での単純な計算とさせてください。それではランキングの方を見ていきましょう。はい、第10位はダイヤモンドバックスのロビー・レイですね。2010年12巡目指名でワシントンナショナルズに指名を受けておりまして、通算ワーは 8.8 ですね。で、レイはですね、ナショナルズから指名を受けた後、ダグ・フィスターのトレードでタイガースに移籍して、で、その後2014年オフに現在のダイヤモンドバックスへ移籍をしております。レイといえばやはり奪三振の多さが非常に魅力的ですよね。まあ、先発投手ながらここ4年間はですね、奪三振率が11を超えているという、まあ、非常に驚異的な数値を残しておりまして、で、フォアボールがちょっと多いせいか、まあ、防御率はちょっとパッとしない部分もあるんですけれども、持っているものは間違いなくエースポテンシャルですよね。12巡目でこれだけのポテンシャルを持っているピッチャーもいるんだなという感じですよね。はい、第9位はパドレスのザック・デイビースですね。2011年26巡目指名でオリオールズから指名を受けて、通算ワーは 8.1 となっております。オリオールズから指名を受けた後、2015年のトレードデッドラインにヘラルド・パーラとのトレードでブルワーズへトレードされ、その後ですね、先発ローテーションの一角に成長しておりますね。まあ、最近では何かとハードボーラーが多い中で、デイビースは技巧派の右腕として、MLB の中でも立ち位置を確保しております。すでに2桁勝利も3回記録しておりまして、まあ、非常にですね、ブルワーズのローテーションを支えてきたピッチャーですね。で、このオフシーズンにパドレスにトレードということになりましたので、まあ、今後の活躍もですね、注目して見ていきたい選手ですね。はい、第8位はインディアンスで活躍したコディ・アレンですね。2011年23巡目指名でインディアンスから指名を受けておりまして、通算ワーは 8.4 となっております。リリーフ投手ということもあって、ドラフト後1年で MLB 昇格を果たしたアレンなんですけれども、2014年からインディアンスの守護神となりまして、その後5年間ですね、インディアンスの守護神を守り通してきました。で、通算のセーブ数も153と、まあ、すでにですね、かなり多い数となっていますね。で、2014年から2017年までは防御率2点台と非常に安定したピッチングを見せてきたんですけれども、2018年からちょっと本調子ではなくなってしまって、未だにかつての姿を取り戻せていないので、まあ、ちょっと復活に期待したいピッチャーの一人ですね。ただインディアンスとしては、まあ、23巡目指名で5年間もクローザーを務められる選手を獲得したわけですから、まあ、十分ですね、スティールとも呼べるような指名だったんじゃないのかなというところですね。はい、第7位はジャイアンツ、レイズで活躍したマット・ダフィーですね。2012年18巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名を受けまして、通算ワーは 7.8 となっております。2014年にメジャーデビューを果たしたダフィーなんですけれども、
翌2015年に本格的にメジャー定着を果たしまして、この年149試合に出場して打率2割9分5厘、ホームランも12本と、まあ、非常に安定した打撃を見せて、でこの活躍もあってナショナルリーグ新人王投票もクリス・ブライアントに次ぐ2位に入ったんですね。ただそこからですね、ちょっとルーキーイヤーを超えるような活躍はできていなくてですね、まあ、2016年からタンパベイレイズに移籍したんですけれども、2018年に復活の兆しを少し見せた以外はあまり目立った活躍はできていないですね。何かと怪我の印象もある選手ですので、まあ、なんとかですね、怪我なく1年間過ごしてルーキーイヤーの活躍をですね、また再現してほしいなと思いますね。はい、続いて第6位はオークランドアスレチックスのラモン・ラウレアーノですね。2014年16巡目にヒューストンアストロズに指名を受けて、通算ワーは 5.9 となっております。ラウレアーノは2016年プロスペクト時代に、まあ、少しマイナーでブレイクして、ちょっと名の知れたプロスペクトにはなったんですけれども、翌年大スランプに陥りまして、その年のオフにアスレチックスへトレードになったんですね。ただアスレチックストレード後はスランプから脱しまして、2018年にメジャーデビューを果たしてからはアスレチックスの不動のセンターに成長しましたね。まあ、昨年はですね、2割8分8厘、ホームランも24本と、まあ、非常にですね、打撃の方も、まあ、パワーもついてきてということで、まあ、今後ですね、オールスターにも選ばれてもおかしくないような選手に成長していきそうですね。あとラウレアーノといえばやっぱり肩ですよね。個人的には2018年のエンゼルス戦で見せた左中間の打球にランニングキャッチした後に、そのまま左中間の一番深いところからファーストまでノーバンで投げた、あの送球っていうのは本当に衝撃でしたので、まあ、こんなね、見てて楽しい選手がいるアスレチックスっていうのはちょっと羨ましいですね。はい、第5位はドジャースのジョック・ピーダーソンですね。2010年11巡目指名でドジャースに入団して、通算ワーは 10.9 となっております。ピーダーソンって結構プロスペクト時代騒がれていた選手なので、もうちょっとドラフト指名高いのかなと思っていたんですけれども、意外と11巡目指名なんですね。まあ、ピーダーソンといえば非常に豪快なバッティングが持ち味ですよね。で、昨年は36ホームでキャリアハイで、で、通算でも123本打ってるというところで、まあ、非常にですね、ドジャースを支えている選手の一人ですね。で、このオフですね、ムーキーベッツのトレードの中でエンゼルスへのトレードっていうところが噂されていたんですけれども、まあ、結局破談となってしまいましたので、ちょっと今年ドジャースでのピーダーソンの立ち位置どうなるのかっていうのは非常に気になるところですね。はい、第4位はメッツのジェフ・マクニールですね。2013年12巡目にメッツから指名を受けまして、通算ワーは 7.9 となっております。マクニールといえばここ2年間で彗星のごとく現れてスターに成長していったという印象がありますね。実際プロスペクト時代もそこまで期待されていたわけではなくて、まあ、メジャーリーガーになったとしてもせいぜいユーティリティというふうに予想する声も多かった選手なんですけれど、2018年に大ブレイクを果たしまして、でそのままメジャーリーガーになっていったという感じですね。昨年本格的にメジャー定着を果たしまして、打率3割1分8厘、ホームラン23本でいきなりオールスターにも選ばれましたので、まあ、今後ですね、ピート・アロンゾとともにメッツの看板選手に成長していきそうな予感がしますね。まだ実働期間が2年しかないので、今回のランキングでは4位だったんですけれども、今後ですね、2010年代最高の下位指名の選手になるという可能性は十分ありそうですね。はい、第3位はケビン・ピラーですね。2011年32巡目でトロントブルージェイズに指名を受けて、通算ワーは 15.3 となっています。ピラーは32巡目指名とドラフトでかなり遅い指名なんですけれども、入団後はですね、高打率を残してマイナーの階段をかなり駆け上がりまして、2013年にはもうメジャーデビューを果たしてるんですね。で、2015年から本格的にメジャー定着を果たしまして、マイナーで見せたような高打率は残せてはいないんですけれども、広い守備範囲を生かして、まあ、特にですね、全身を思い切り伸ばしたダイビングキャッチっていうのが非常に印象的な選手ですね。それから意外とパンチ力のある打撃もありまして、2017年から3年連続で2桁ホームランを記録しておりまして、まあ、昨年に至っては21本でキャリアハイの数字を残しているんですね。まあ、32巡目指名でこれだけオールラウンドな活躍のできる選手を発掘できたのは、本当にですね、ブルージェイズのスカウト陣は非常にうまくやったんじゃないのかなというところですかね。はい、第2位はナショナルズのアダム・イートンですね。2010年19巡目にアリゾナダイヤモンドバックスから指名を受けまして、通算のワーは 19.3 となっています。ダイヤモンドバックス参加時代から非常に打撃の良い選手として知られていまして、
まあ、2012年の AAA ではなんと3割8分1厘と非常に高打率を残してダイヤモンドバックスで同じ年にメジャーデビューを果たしました。で、2013年のオフにホワイトソックス、エンゼルスが絡む三角トレードでホワイトソックスへトレードされまして、そこからですね、非常にオールラウンドな外野手として名が知られていくことになります。2016年にはキャリアイヤーとなる1年を送り、6.6 話という非常に素晴らしい成績を残して、その年のオフにですね、ルーカス・ジオリトなどが含まれたトッププロスペクトのパッケージと交換でナショナルズへトレードされることになりました。で、ナショナルズ移籍後は怪我続きで、2017年と18年はろくにプレーすることはできなかったんですけれども、まあ、昨年はですね、久々に1年間健康にプレーすることができて、ナショナルズの初めてのワールドシリーズ制覇に大きく貢献した選手ですね。特にホワイトソックスでの3年間で16ワーを稼いだというところで、もうこれはですね、スーパースター級の成績ですよね。そんな選手が19巡目指名に眠っていたことは、やっぱりドラフトの奥深さっていうものを感じさせますね。そして栄えある第1位を紹介する前に、今回ギリギリランク外だった選手たちをご紹介したいと思います。こう見るとランク外とはいえ結構レギュラー級の選手がいますよね。まあ、ギャティスはブレイブスやアストロズで非常に打撃を中心に活躍しましたし、まあ、ヘイダーはオールスター級のクローザーですし、まあ、ロジャースもですね、今ツインズでクローザーやってますよね。またウッドラフも、まあ、今やブルワーズのエース格の投手とも言えますので、まあ、結構ですね、ドラフト下位指名でもレギュラー級の選手っていうのは結構眠ってるものなんですね。そして今回第1位になったのはタンパベイレイズのケビン・キアマイヤーですね。2010年31巡目にレイズに指名を受けまして、通算のワーは 25.7 と今回のランキングでは群を抜いて高い数字でした。キアマイヤーはもともとドラフトでは8巡目から15巡目ぐらいに指名されるというふうに本人は言われていたらしいんですけれども、ただ実際には31巡目指名ということで、本人は相当悔しい思いをしたみたいですね。その悔しさをバネにマイナーで着実に成長を遂げまして、2013年にメジャーデビュー、そして今やレイズの不動のセンターへと成長しております。キアマイヤーといえばやっぱり鉄壁のセンター守備ですよね。本当に異常なまでに守備範囲が広いですし、まあ、実際ゴールドグラブ賞も3回受賞していますし、で、特にですね、2015年に残したディフェンシブランセーブと、まあ、DRS なんですけれども、プラス38と、もう本当に理解できないような、とんでもないような成績を残していますので、本当に守備に関しては異次元の選手ですね。ただそんなキアマイヤーなんですけれども、ちょっと怪我の多さがたまに傷ですよね。まあ、本拠地トロピカーナフィールドが人工芝ということもあって、まあ、その影響もあるのかもしれないんですけれども、今のところフルシーズン出場できたのは2015年だけということなので、まあ、健康であればもっとこのワーを伸ばせたかもしれないですね。まあ、裏を返せばこれだけ怪我をしながらも 25.7 というワーを稼いでるわけですから、まあ、それはそれで素晴らしいことではあるんですけどね。で、今年からレイズに筒香嘉智が加入しましたので、このキアマイヤーと左中間を組むことが予想されます。メジャー中継を見る際にはぜひですね、このキアマイヤーという選手にも注目してほしいなと思いますね。ということでランキングの方いかがだったでしょうか。やっぱりですね、下位指名でも結構レギュラークラスに成長する選手はいるんだなという印象ですね。で、今回ですね、ワーで評価してしまったので、どうしてもリリーフ投手がランクインしにくくはなってしまったんですけれども、結構ですね、指名を振り返ってみると下位指名からでも今やオールスター級のリリーフに成長している選手っていうのも結構多い印象でしたね。今後ですね、メジャー中継を見る際にはこういった下位指名から這い上がってきた選手の活躍にもですね、ちょっと注目しながら見てみると面白いんじゃないのかなと思います。ということでですね、今回の動画は以上となります。今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またですね、先日の動画で現役スターのかつての所属球団という動画を出したんですけれども、まあ、そちらですね、大変ご好評いただきましたので、近いうちに続編を出したいなと考えています。なのでそちらもお楽しみにしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。